偵察に出した奴から報告が入った。草地市中の荒くれ者たちをかき集めてるらしい。だがルコン街の住人相手に本気じゃ戦えねえだろう。でどうする？そこで相談だ兄弟。ガンジュ、なんでそこまで熱くなってんだ。ガンジュ君、それって黒崎君のこと？とにかくそいつはバウントにひでえ目に遭ってるんだ。まあいいや、あの胴元は昔から気に入らなかったからな。なぜそんな通り名を名乗る必要があるんだ。おい、コボエ、マックス、はい、ずいぶん修復の手際が良くなったもんだね。一体誰が何の目的で破壊したのか。でも修復されたら意味がないでしょうが。急用を思い出してね。失礼するよ。何の夢見てたのよ。寝すぎだ。その昨日の続きなんですが、どういうことなんですか。そうそう、私もそれが一番気になってたのよ。バウントが生まれるきっかけになった不死のコンパクを生み出す実験。人造コンパク、永遠の命の実験。人造コンパクが実験中の事故でリンネの輪に組み込まれ、バウントが強大な力を持っているのも当たり前。サブスクライブは YouTube よ、サブスクライブかいにゃ、メイバーよ、サブスクライブかいにゃ、お願いよ、サブスクライブかいにゃ。あったんだね。とにかく今は一刻も早くバウントを止めるしかない。まず諸君の勇気に敬意を払う。本日をもって解放されるのだ。そのためには諸君の力が必要不可欠なのだ。やはりそういうことか。どうかされましたか、マイリ様。これを見ろ、ネーム。はい、マイリ様。もっともこれは私だからこそ気づいたことだがね。そしてバウントは自らの霊圧を隠す特殊な技術を持っている。やつのデータベースへの侵入改ざんは他にもあるかもしれない。これは一度消されたバウントのデータを復活させた時、その中にあったものだ。連中はこの草獅子の森の奥に集まっているようです。ここまで来た以上行ってみるしかないだろ。レンジ、あんた残白刀大丈夫なの？だがバウントが出てきた時はどうする？それはその時のために私には準備しなければならないことがある。実際のところどのくらい持つんだ？それは私にもわからない。ま、今さらおじけづいても仕方がない。精霊帝への奇襲準備滞りなく整いつつあります。私はここに残り、その者たちの始末をつけていこうと思います。どうします？とりあえず散開して進むぞ。慎重に行け。お前か、バウントに肩入れしているという死神は。ならば力づくで聞き出すしかないか。これほどの技量がありながらなぜバウントの味方をする？ならばカリア様がその粛清を行うのだ。てめえ、どうしろじゃねえか。室ヶ谷隊長だ。やはり森に集まったならず者の数が少なすぎます。バウントの中にノバと同じく空間を操る奴がいる。カリア様と本体はすでに精霊帝に向かっている。この人数相手にどこからそんな自信が出てくる。精霊帝が簡単に落ちることはないと思うが。行くよレンジ。了解。一ノ瀬が切りかかってきたと思ったら、室ヶ谷隊長が。これは一ノ瀬の残白刀の力か。しかし彼は死神、バウントとは違う。まさか霊圧を消した、そんなことが。くそ、このままでは。何が起こったの？巨大な霊圧で相手の霊圧を吹き飛ばしたのか。俺たちはそいつの足止めにやっちまって。それがどうした？お前はこいつらの足を止めなきゃならねえんだろ。精霊帝突入の援護とすべき。ちょっと見ねえうちになかなかいい面構えになったじゃねえか。ケンちゃんもマキちゃんも頑張れ。うるせえ、気が散る。その方がマキちゃんも喜ぶと思うから。さて始めるか。サブスクライブは YouTube よ、サブスクライブかいにゃ、メイバーよ、サブスクライブかいにゃ、お願いよ、サブスクライブかいにゃ。飛ばされればそこに逃げ込む影はない。この程度で俺を倒せると思ったのか。終わりにさせてもらうぜ。
だなんか隠してんのか。効果ひらめけ最玉虹霞。少しはマシになったじゃねえか。貴様、貴様のその姿勢全く変わっていない。貴様の忠義はどこを向いているのだ。私は自分の全てをかけてカリア様のために戦う。これが虹霞の真の力、最翼虹霞だ。虹霞は私の霊圧を得て無限の光を生み出す。哀れな。さあ収縮が始まる。カリア様のところへ。ケンちゃんとの決着は？勝手に殺すんじゃねえよ。そいつは機動系の残白刀だな。全ての影を消し去り飲み込む光だ。全部人に与えられたことじゃねえのか。人に寄りかかるのと忠義の心は別だろうが。だがてめえは俺に向かって来ることを選んだ。まだまだだったな。本気は出したさ。帰るぞ。うん。よしてめえら気抜くな。やったやったぜカリアさん。そこまでだ。この先には倒産。ジョーカーはドイツだ。止まれ、侵入は許さん。カリアさん、すげえ技だ。精霊壁は全ての霊力を遮断する。貴様、俺たちを利用しやがったのか。どういうことだ。ふざけんな。行こう。貴様、カリア。モンガ。何が死神じゃ。手応えのないことよ。我らを生み出し抹殺しようとした精霊帝には。そんな破壊力を秘めたものがこのソウルソサエティにあるというのですか。最終的な集合地点は双極の丘だ。いいな、スタンボーさん。しっかり。よかった。ん、助けるなんて。そんな、まだ痛みますか。怪我してるとこ悪いが、門を開けてくれないか。助かるぜスタンボー。行こう。傷口が開いたんだな。みんな行くぞ。井上さん早く。おい、どうした。織姫さん、なんてこと。そうか。だけど奴らだって目的があってここまで来たんだ。それはまあそうですけど。わかった。俺たちも。はい、これより大使会を開く。繰り返す。お前たちは引き続き担当各地区に散れ。よう、あんたら警衛軍ってやつだな。うん、やんのか。え、リーズ行け。すでに全班を精霊邸内各所に配置しております。彼がリュカを殲滅する指揮官だと聞いていたが。言い訳はしねえ。全ては俺の責任。サブスクライブは YouTube だよ。サブスクライブかいな。ナイバーによ。サブスクライブかいな。サブスクライブかいな。いやらそっている時間はないぞ。なお一刻も早く旅館に対処するのが望ましいと考える。報告は随時迅速に行うように。以上である。先行しろ。各班を一度精霊邸の北の辻に集めるように。2班および3班報告を。2班より報告。このような時に警軍がまともに機能しないでどうするのだ。3班4班は東から迂回しつつ中央の通りを目指せ。おい、どうした。死んでる。バウントの中に人を傀儡のように操れる能力者がいたはず。他にバウントと接触した者は。自分たちは東二条付近で。隊長を守りしろ。一体何人いるんだ。てめえらやめねえか。
殺。来るがよい。隊長、ご無事ですか。任せるね。隊長、すぐに救護連れ所にお連れします。どうしたお前たち。何、これまでだな。俺にはまだリズがいる。愚かな。てめえ、あの女だ。あの女を殺せ。かしこまりました。やめろ、やめろ。